この番組は東急電鉄、東急レクリエーション、東急エージェンシーの提供でお送りします。川崎市高津区の高津市民館で4月11日春の文化講座が開かれました。この講座は高津区文化協会が毎年春と秋の2回開いています。この日は手工芸の講座で教え作りが行われました。教えは布細工による針絵の一種です。型抜きした厚紙を布でくるみ、それを台座に貼り合わせるとふっくらとした立体的な絵になります。参加者は講師の指導のもと、およそ1時間をかけて仲良しパンダの壁飾りを作りました。初めてでしたけれども、なんとかうまくできました。春の文化講座はこのほかに詩吟やコーラスなどさまざまな入門講座が開設されていて、高津区民の文化活動を始めるきっかけや交流の場となっています。いつこん地元ニュース。